ぶぶづけです皆様こんにちはナビゲーターのさくらです今日もご視聴いただきありがとうございます本日のテーマはこちらですハンバーガーではなくクラブケーキを出されて勝ち誇った大統領まだその裏にある意味を知らないのでしょうか日米韓首脳会談が終わりましたがその後の韓国の動きから目が離せません ら落語のネタにもなっているのですが京都でブブ漬けこれは京都弁でお茶漬けという意味ですがブブ漬けでも堂々と言われたら早く帰りなさいとアンに伝える言葉であることはよく知られた話です米韓首脳会談の昼食に出されたクラブケーキこの言葉の裏側にも直接的な言い方を避けたいじわるな意味が含まれているのです。 44兆ウォン日本円にして4兆円超の大枚をはたいてまで食べたクラブケーキのの味大統領はししっかかり覚えているのでしょうかこちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点また韓国や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。 5月25日付を W コリアによると、21日、現地時間午後、ホワイトハウスで米韓首脳会談が行われた北朝鮮の核問題や新型コロナウイルス対策など、幅広い分野で協議し、両国の強固な同盟関係を確認した。 米韓首脳の親密関係がクローズアップされているが一方でハリス副大統領が大統領と握手を交わした直後手を拭うようなしぐさを見せその腹心が話題にもなっているまたクラブケーキのスラング俗語から大統領に対するバイデン大統領の腹心を想像する人々もいるクラブケーキのスラングとは友達ぶってるやつとのことだ バイデン大統領が朝鮮戦争で大活躍した退役軍人の授賞式を開き写真撮影の時に大統領をひざまずかせた理由もバイデン大統領のとと言われていると報じていいる報じます何かと日本と比較したがるお隣ですがシーフード好きで首脳会談の前にハンバーガーはイとの注文をつけていた大統領。 無事ハンバーガーではなく一安心したと思ったら昼食に出されたクラブケーキに隠された意味が韓国でも報道されはじめハンバーガーに勝った大統領は特別な待遇を受けたなどと勝ち誇っていた雰囲気に暗雲が立ち込めています。韓国の月刊朝鮮のサイトには米韓首脳会談の昼食に出されたクラブケーキグーグル検索の関連検索後の一番上に出てくるのがスラングである。 理由はといいう記事が掲載されていますそしてクラブケーキがスラングとして使われるときの意味を調べるとあなたの仲間友達でもないのにあなたの周りでぼーっとしていて離れようとしないやつというかなり否定的な意味合いが含まれているようですこの情報が広がり始めると韓国のネット民の間ではまさかと信じられない人やまさに大統領を表現した言葉であると納得してしまった人もいるようです。 バイデン政権なかなか高度な意地悪をしてくるのですねメリーランドクラブケーキという固有名詞があるくらいカニの産地でありそれが郷土料理として全米に知られているメリーランド州は韓国からコロナウイルスの検査キット50万回分を約9億8,200万円で購入していますメリーランド州知事の妻は韓国出身。 韓国系のの妻が検査キット入手たために動いたそうですところが同年11月韓国から届いた検査キットが欠陥品で使われなかったという悲しい結末が報道されましたもちろんこのことと首脳会談の昼食に出されたクラブケーキとは何の関係もないのかもしれません。 でもスラングとして意味を持たせるくらいの意地悪ができるのならメリーランド州と結びつけてさらに意味を上乗せするくらいの意地悪アメリカ家バイデン政権にとって朝飯前なのかも。と個人的に考えてしまいまいす。思い起こせば以前中国でのボッチ飯の写真が流出した文大統領などでも直立不動の姿勢、誰からも話しかけられないというボッチ画像が拡散されていましたよね。 今回の訪米中でのボッチは朝鮮戦争の英雄への勲章を授与式の会場でしたまずはバイデン大統領が演説し続いて大統領その後英雄に勲章を授与し記念写真を撮る際に英雄の隣で大統領ひざまずいています バイデン大統領も英雄の反対側の隣でひざまずいていましたので配置的にそうならざるるを得なかったとも言えるでしょう。しかし北朝鮮のスポークスマンと言われて久しい大統領に対しバイデン政権がこのようなショーを企画したことをやっぱり深読みしてしまいます。 その授与式が終わり参加者が自由におしゃべりを始めると、大統領が直立不動となり隣にいた通訳の女性がオロオロするような切ない顔をしています。示し合わせたかのように大統領が放置プレイされている動画は、ワシントンポストの公式 YouTube チャンネルに投稿されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。 ところで大統領が米韓会談から帰国して数日たった5月26日、大統領は韓国の主要後党の代表大統領府に集め昼食会を行いました。その上で大統領は今回の会談では期待以上の成果を得られたこの上ないもてなしを受けた、超党派で協力していくことを楽しみにしていると語っています。 しかし成果を収めたと思っているのはご自身だけで外からは厳しい評価がたくさん出ているようですよトランプ前政権時代の大統領補佐官だったボルトン氏は生ぬるい実態のある成果はほとんどなし北朝鮮の非核化から朝鮮半島の非核化と北朝鮮の好む用語を受け入れたと手厳しい限りです米スタンフォード大学の教授いく自画自賛に浸っている場合ではない 米中間のバランス外交は簡単ではないとまだまだ夢見心地の文大統領に対して苦言を呈しているようです。武藤正敏元中間大使は同省を意味一連の首脳会談でも韓国の解釈は相手方と大きく違っている米韓の温度差が容易に解消できるレベルではない。 韓国は曖昧な姿勢をとり続けているが米中韓の駆け引きはますます激しくなるなどバランス外交の限界と今後の中国の出方で韓国の外交姿勢に変化があるかもししれないいときっぱり予想しています。大統領の任期があと1年を切りましたが中国からの報復を受けた際には44兆ウォンのクラブケーキの味を思い出しながら国家に頑張ってくださいね。 今回のののニュース韓国かららも多くの声が寄せられていいまます。次にその一部をご紹介いたします。菅首相は話に夢中でハンバーガーを食べなかったのに大統領はクラブケーキを美味しく食べたのでこっちも日本に勝利ですハンバーガーよりもクラブケーキの方が高級なのは確かです国民はクラブケーキやハンバーガーに興味はありませんとにかく外交をしっかりしてほしい 国の品格を落とさないで欲しい。でしただそれだけですクラブケーキはアメリカ人のソウルフード。いかにムン大統領が大切にされているのかがここからも分かります本当にクラブケーキを検索にかけたら関連後に「スラング」って出てくるの44兆ウォンの投資の代わりに国民はどれだけの被害を受けるのでしょうか働き口を奪われた若者たちは嘆いてますよ。 これで大統領の支持率が回復してくれればいいんだけど物語い外交で得られたのはクラブケーキ一つだけ米韓首脳会談は我が国にとって本当に意味がある会談だったのでしょうかきちんと大統領を選ばないと3食の食事に困るような国に逆戻りしてしまいますよ最低賃金を上げたり労働組合が強力だったりと国内の労働環境は最悪です。 海外に投資するのも当たり前かもしれません。アメリカの意図はわかりませんが仮に偶然だとしてもクラブケーキのスラングが大統領の今の状況にぴったりと当てはまるのは笑えます。日本のハンバーガーをあれだけバカにしたんですから外交では椅子の配置食事国旗かすべてにおいて相手国に対するメッセージが含まれています。 クラブケーキは明らかに一りぼっちの嫌われ者の意味が含まれています国民生活をダメにした大統領が気になることは韓首相との比較と将軍様との再会のみ日本に勝ったと自我自賛を恥ずかしくないのですか。サムスンの副会長韓国に送っておきながら4年間も税金を無駄遣いし国益のために働きませんでした 本当に自画自賛と扇動だけの日々でしたね。国内に投資して国家の競争力を高めなければいけない時なのに、ハンバーガーはマックのハンバーガーを想像してはいけません。レストランで出されるハンバーガーはかなり高価です。クラブケーキが出されたからって優遇されたなんて騒ぐのは恥ずかしいからやめてください。 クラブカニにも意味がありそうですね。タイマを横にしか動けない分大統領にぴったりだと思い。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。大統領はもちろんのこと、韓国メディアでも日本以上の待遇を受けたと手放しで喜んでいますが、傍らから見るとアホらしいという言葉がぴったりです。 何かにつけて日本と比較して自分たちの尺度で物事を測り上座の下だなと大騒ぎしている姿を見ていると本当に哀れでなりません。クラブケーキでハンバーガーの日本に勝利したのです。本当におめでとうございます。 でも、スラングでは「友達でもないのにつきまとってくるやつ」を意味するそうですしカニ缶やパン粉や卵調味料を混ぜて焼いただけの前菜なのでいわばお酒のつまみみたいなものですねハンバーガー vs クラブケーキ昼食時間は日米首脳会談より17分ほど長かったまたマスクありなしというしょうもない比較でがっかりノーマスクはワクチン接種が進んだからですよね そしてクラブーキは秘密会談時間が長かったのは揉めたから叙勲式参加はふみえ軍人のみへのワクチン支援は合同軍事演習のためミサイル緩和は中国への警告迎賓げを使わせなかったのは韓国をそのように捉えているといった不信感の表明それからカマラ・ハリスに手を打たれたのは本能ですクラブ上で英和辞典で調べたらあんまり良い意味ではないですね。 米国の嫌味にびっくりしました。相手が韓国軍大統領だからこんなスカスカな会談になってしまったのです。アメリカにとっては本当に時間の無駄遣い。あえて言えばバイデン大統領は韓国に配慮しすぎです。トランプ前大統領のように大統領との会談は2分で十分だったと思います。大統領が自画自賛。いいじゃないですか。 韓国人が幸せを感じているのですから、余計なことを言って真実に目覚めさせる必要はありません。自国経済を犠牲にした対外投資を外交交渉の土産に持参する。ただでさえ明るくない将来を犠牲にしていることにうすうす感づいているようだけどさて、これからどうなるのでしょうか。 友達でもないのにいつまでもまとわりついてくるやつというスラングでその意図で昼食のメニューを用意したのだとしたら相当見放されてるんじゃないでしょうか26日に開催された党の代表を集めた昼食懇談会でムン大統領は「北朝鮮との関係改善のためには米韓合同軍事演習を過去と同じような規模で行うことは難しい」などと発言したようです。 2年44兆ウォンの投資と引き換えに韓国軍55万人分のワクチンをゲットしてきたんじゃなかったのですかこれは米国ならない軍人のためにアメリカが用意してくれたお土産ではなかったのでしょうかもうこしくだけですねアメリカの領海はという記者からの質問に大統領府関係者は首脳会談で米韓合同軍事演習について議論したかどうかもわからないと曖昧な回答をしています また大統領を先走ってしまったのでしょうか。バイデン大統領大統領の後頭部を思いっきりぶん殴ってくださいね。皆様のご意見ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。